平野紫耀インスタグラムデビューで謎エラーに、驚異的なフォロワー急増、新たなスター誕生。とべ所属、今後が期待される。芸能界の新たなスター、平野紫耀が、驚きの一歩を踏み出しました。かつてキング、リンチェの一員であり、ジャニーズ事務所を離れてから新たな事務所とオトベとべ。 加入した彼が7月7日に地震発となるイン,スタグラインスタグラムのアカウントを開設しましたタップ一般の人々と交流を深める情として人気の高い SNS プラットフォームに飛び込んだ平野のアカウント開設には多くの期待が寄せられていましたが、そのスタートは思わぬ謎エラーに見舞われました。同じくキング。 リンチェの元メンバーである神宮寺ゆ太と共にジャニーズ事務所を退所し新しい事務所とオッベー、トベ所属することを決意したヘイヤヘイヤ。その、トベの公式 YouTube チャンネルでの介入発表ライブでは、およそ1ヶ月半ばぶりに公の場に姿を現し、ファンに向けて、ハッピーです。ファンの皆さんと僕たちで、 とにかく楽しく、クリエイティブ面でも突き詰めたものを提供して、素敵な時間を作っていくことがやりたいことです、と抱負を語りました。平野の新たなスタートに多くのファンが熱いサポートを送っていることは間違いありません。さらに、元 V6 のメンバーである三宅健も早々に、飛べ、に合流し、平野と共にスタジオに駆けつけ、二人を祝福しました。 この中で、ジャニーズ事務所時代にはあまりプライベートな写真を公開しなかったという三宅が、平野と神宮寺のインスタグラムアカウント解説をファンに報告したのです。そして、翌8日、平野は、おはよう。昨日はみんなありがとう。楽しかったね。とのメッセージとともに、自身のインスタグラムを更新しました。 この更新には、新事務所での潜在写真オフショットが10枚分、たっぷりと掲載され、楽しかったけど3枚目は朝の激ネ眠で、最後は体力尽きた平野をご覧くださいしょう、とのコメントが添えられています。これに対し、ファンからは、紫輝くんおはよう。こんなにたくさんありがとう、潮くんが自分のインスタグラムに登場をする世界があるなんて、嬉しすぎる。 そしてどのショットも素敵といった喜びの声が続々と寄せられました。しかし、平夜のインスタグラムアカウント解説に際して驚くべき出来事が起きました。それは、彼のアカウントにフォローしようとするファンが、何度、フォローボタンを押してもフォローが解除されるという異例のエラーが発生したのです。 7月7日のアカウント解説からエラーが収まるまでの間、膨大な数のファンが平野のアカウントに一斉に集まり、その結果、フォローが解除されてしまったという事態は、インスタグラム界において前代未聞の出来事でした。しかし、8日になってようやくエラーが収まり、平野のフォロワー数は急速に増加しました。わずか1日で、フォロワー数は170万人を突破。 7月7日にアップされた初の投稿は97万のいいねを獲得し5万近いコメントが寄せられました。そしてアカウント開設からわずか数日で激ネムのオフショット投稿にも80万近いいいねが集まり2万6千を超えるコメントが書き込まれました。人牛自由多も負けじと8日時点で135万人のフォロワー数を突破しました。 今後、長瀬角と高橋山といった新生キング、リンチェとの切磋琢磨が注目されそうです,です新たな舞台に立った平野紫耀と神宮寺勇太の今後の活躍に期待が高まっています。平野紫耀のインスタグラムアカウント解説は、ファンにとって待望の瞬間でしたが、予期せぬエラーに見舞われるという波乱のスタートとなりました。 しかし、その後も驚異的な速さでフォロワー数が増加し、彼の魅力に対するファンの支持が示されました。今後は、新しい事務所、とべ、での活動や、神宮寺ゆ太との共同プロジェクトに注目が集まることでしょう。平野仕様の今後の成長に期待し、彼のファンはこれからも彼の SNS 活動を楽しみにしていることでしょう。